ございます。カモンマテリアル、はい、マテリアルの坂部良です。カモイのヒラです。よろしくお願いします。はい、この番組は、様々な可能性のマテリアルを集めて、新しいことに、チャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の、可能性を発掘するために、毎週配信している番組です。はい、よろしくお願いします。はい、ということで今日がですね3月の6日ですね。はい、はい、3月入りました。入りましたね。そしてどうなってるかよく分かってないんですが、はい、一応、ね、一応予定では明日開けてるということなんですけども、はい、はいはいはい。で徐々にマテリアルもいろんなことをやっていこうかなと、そうですね、と考えておりますいう感じですね。はいはい。まあそうですね、あのついに3月になったかという感じですよね。そうですね、もう本当丸1年、丸1年この、コロナちゃんとお付き合いしてきたという感じなんですけど、はい、そうですね、はいはい、振り回されましたね。振り回されましたね、はい、うん、あの僕もだからあのまた後日あのちゃんと、はい、言いますけど、ようやくですね、はい、1年越しで、うん、東大阪で2作目の大きな国になったり、上映トークイベントが開催される運びと今のところはなってるので、はいはい、今のところはなってるので、はいはい、あの3月17日水曜日、ね、水曜日のお昼なんですよね、はい、うん、まあ、だから来れる方来れない方いらっしゃるかとは思うんですが、うん、またぜひですね、はい、来ていただければな、まあ、30分の映画なんですけど、はい、短編なんですけど、まあ、はい、臓器移植がね、はい、テーマの映画になってるので、なんていうんですかね、臓器移植っていうだけで捉えたらすごい、うん、あの狭い世界の話のように聞こえるんですけど、まあ要するに命をどう捉えるかっていうお話だと思うんですよね。はいはいはい、あの誰にでもその可能性ってあるので、うん、その起こりうる可能性のある、現実にその時になって考えるのか、うん、それとも今その元気な間に、はい、お互いの意思を確認したりね、いろんなことをやっておいた方がいいよねっていうことが僕が一番言いたいことなんですね、うん、だまあその辺のことをまたあの、日本移植支援協会の、高橋理事長と、はい、ちょっと2人でねトークしながら、来ていただいた皆さんにお話しさせていただきたいなというふうに思ってるんですけど、はい、はい、まあ、ぜひ皆さんもよかったら、3月17日になりますので、東大阪の若い岩戸の駅前にある、イコーラムホールというところでやりますので、はい、ぜひまた来ていただければなというふうに思ってますが、はい、ますが、はい、多分ですねこの緊急事態宣言が明けるとですね、いろんな上映イベントが始まります。そして、ね、今までずっと溜まってた映画がねどん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 出てくるんですよね。はい、でまあまあ別にその溜まってた映画というわけではないんですが、その映画がねまた公開される映画の、はい、監督が今日は来てくれてるんですよ。はい、なんとしかも挑戦者で、あ、チャレンジャーチャレンジャーですね。まあ、あの今回だからあの、はいはい、ありかなしかに、はい、監督が映画監督がチャレンジしてくれるのは、はい、お二人目になるかな。はいはい、はい、あの前回のこけしのあの、はい、こけし松本くんが来てくれてこんな言い方したら怒られるかな、これあのまあ長いこと喋っていてくれたんですけど、はいはいはい、かなり盛り上がったと思うんですけども、今日も、なんと、神戸方面から来ていただいますんで、はいはいはい、早速、お呼びしたいと思います。はい、はい、竹本さん、はい、お願いします。はい、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、一応じゃあ自己紹介をしていただいていいですか。まあ、お名前を、竹本義元と申します。週末監督として活動しております。はいはい、もうね、もうこれが今一番ですからねもうこれがドンといきなり出てくるんですけど、そうなんですよね、週末監督っていうことなんですよね。じゃあ週末までは何をしていらっしゃるんですか。平日は、はい、研究所で研究技術者としてコツコツと仕事をしております。はい、研究技術者、はい、これはだから研究者とは違うわけですね。違うんです。だからよく言っとかないとすごい人と思われるから、はい、映画並みそんなんじゃないよねって映画で言うと助監督ぐらいだから、あ、なるほど、制作ぐらいかな。制作さんですか。制作レベル、はい、おい制作っていう感じの、でもなくてはならないじゃん。そうですね、この現場が、いやいや、もう間違いなくそうですよ。偉くはないんですよ
あの制作さんも偉いよ。あの助監督も偉いよ。そうみんな偉いんだけど。そう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 。だってそれぞれいないとね。そう。あの成り立ちますから。リアル気がありますよね。いやまあもちろん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 。あの監督がね。はい。なるほどなるほど。だから言ったら研究者があのトップで監督みたいな感じなんですよね。そうそうそう、はい、その元で働く。はいはいはい、はい、なるほどなるほど。で技術ですが、まあ、技術さんですよね。技術さんです。ね、あの、はい、照明さんなんか撮影さんなんか分かんないですけど、はい、なんかでもあのこの持ってくる時のこの佇まいがもうすでになんかそんな感じしましたね。なんかね、そんな感じやろ。いやなんかこう運んではる感じがなんとなく。なんかあのいわゆる映画監督のなんかざっくばらんな感じとはちょっと違うなという気がしましたけどね。はいはい、専業でやってる人もまあ多いか少ないかと言われたら少ない方だと思うんですけど、大体みんなほら映像関係とか、なんか広告関係のなんかをやってはる人が映画監督やられたりとかいうのは多いと思うんですけど、なかなかその研究者が週末だけで撮ってっていうのはなかなかないと思うので、はい、非常に私も期待をしておるんですが、はい、では今日は今度、公開される作品のお話ということですよね。はい、はい、じゃあまあ早速プレゼンということで、はい、やっていっていただきたいと思うんですが、これですね、一応説明しておきますと、うん、このプレゼンありかなしかというコーナーでして、はい、プレゼンしてもらって、判定員が丸か×かを出してもそんなことしようって×出せないよね。え、何が絶対×出せないよねって、本人の前に出せないよね。出すかもしれません。出すかもしれません。まあ、関西人ってね、結構出された方が美味しいとかいう人多いのは多いんですけど、それまたハードル高くない？なかなかプレゼンします、うん。という感じでですね、罰が出ると、モザイクがかかってボイスチェンジャーがかかるという、そういうのをかけて、来ていただいているということなんですね。はい、一応手としてはそういうことなので、その判定員をねちょっと呼びたいと思います。はい、じゃあ判定員の方よろしくお願いします。はい、はいはい、なんか一人多いな、非常に一人多い。はい、ということで判定員さん揃ったということなので始めていきたいと思います。準備いいですか？大丈夫ですか？はい、はい、大丈夫です。 OK ですか？はい、それでは、ご準備よろしいでしょうか？1分ぐらいで。何が10分ですよ。10分話すの？うん、1人で。まあ、僕相手でいいですよ。はい、はい、10分間、10分間ですね、10分間ね。はい、では、参りたいと思います。はい、このプレゼン、ありかなしか、スタート！はい。はい、はい、まずはですね。はい、見えてるかしら、はい、西北ショパンっていうのがあって、はい、今前よりあります、はい、前にあると缶バッジもついてくるよ、かわいいよ、はいはいはい、まずはですね、西北っていうのを地元民しか知られてないんですけど、はいはいはい、そうですね、西宮北口のことをみんな西北って言うんです。そうですね、はい、そこにまつわるショパンって書いてるので、はい、ピアノ映画なんですけど、はい、まずはですね、阪神淡路大震災の頃からスタートします、はい、このなんかそれから怖い雰囲気の2人がですね、はいはい、ピアニストを目指している高校生なんですね、はい、本当に西宮にはそういう音楽コースがある学校があって、で本当にそういう子がいるんですけど、はい、でその中で2人切磋琢磨してピアニストを目指していましたと。で女の子の方はまあ裕福な家庭、男の子の方は本当母子家庭でギリギリだと、うん、だからその奨学金かコンクールじゃないと進学できない、はい、こっちは余裕っていう格差があるっていう前提があります、はい、そしたら震災来ちゃうんですね、うん、そうすると男の子怪我したし、はい、コンクールは出られないから、はい、女の子会員出たら女の子が仮に留学の道を得てしまったと、男の道は完全を塞がれたということですね、うんうん、でその前にまあ作曲したりとかアレンジする能力があったんです、うん、そっちに行って、うん、でもう大学行けない、はい、その女の子ポーランドショパン、あーポーランド、はい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 、で腕を磨き、はいはい、女の子はショパン好きって言ってます、うん、男は真反対のラフマニノフ、あーラフマニノフ、はい、が得意であるとか、はい、力強い、はい、技巧的っていう対局の2人でポーランド行きました。で当時はネットがあんま普及しなかったので、はい、テラムネズリですね、はい、で少しずつ 3,4 年経つと男の様子が変わってきます、うんうん、なんかめっちゃ性格悪くなってるんです、ひねくれちゃったなって悪分かりなんですけど、はいはい、でその後悲しいですよね、仲良かったのに、うん、
うん、でその2人の確執とかそのこじれた関係がどうやって変わっていくのかとかですね、はいはい、一番描きたかったのはこのこじれた男性の心理ですね、はいはいはい、まあ、私がまんま入ってるんですけど、おー、こじれたんですか。こじれた、こじれた、あ描いてた、こじれる、描いてた、こじれる、描いてた、こじれる、あ、なるほど、はいはい、でそれが、まあ、誰しもが分かるっていうような、はい、人間関係とかその精神的にしんどい時期をどのように彼は変わっていったのかっていうのは、まあ、どこかの描写で皆様はなんか感じるものになってるんじゃないかという、なるほど、あのご当地ピアノ映画です。ご当地ピアノ映画なんですね。はいはいはい、まあまあまあ、まずは西北、あのいわゆるその阪急の西宮北口ですよね。幸いで撮影もやっぱりそのあたりを中心にして、はい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 、あの辺ね、あの閑静な住宅街というか、はい、綺麗な場所多いですよね。教会、はいはい、教会とか、はい、教会とか、これだ、神戸女学院、神戸女学院、見えてますかね、うん、神戸女学院ですとか、はい、宿川の駅の上とか下とか、はいはい、そのもうありとあらゆる手を使わせていただいて、うん、ケチをあの提供していただいて、うん、あの撮影しました。なるほど、はい、もうありとあらゆる、これでもね、その先ほど言われたようにあの週末監督ですよね、はい、週末だけで撮ったの、1日有給撮ったの、あ1日だけね、だけ、ええトータルで何日、ごめんなさい、これまず何分も、まず、まず90分、まあまあ長いですね、撮影期間は15日なんですけど、15日で撮ったの、スタートから終わりまで4月下旬スタートして終わったのは9月だ、分かる分かる、飛び、はいはいはい、はい、そうですよね、順乗りできないから、うん、暑いのに真冬の服着させてるっていうのが、まあ、いろいろ起きてるんですけど、なるほどなるほどなるほど、まあ、あのキュッと縮めたらできなかったです、そうですよね、あのなかなかそのほらみんなの予定が週末に合わないと無理ですよね、特にプロデューサーも私と同じような条件でやってたから、はい、週末でやろうねって約束で、はいはいはい、ほぼそのプロデューサーすごい動いてくださって、はいはい、撮影地の構想とかっていうので、はいはいはい、なんとかもあったという、ちなみにそのまあまあこの作品をあの撮ろうというふうに思ったのはこれオリジナルですよね。そうですね、なんか別に下敷きになったお話があるとかではなく、 ありまして、まずプロデューサーがすごい特殊な経歴なんですけど、はい、まあ、あの大手企業の大手企業もう上の方に上り詰めた方が、あらら、趣味にオペラされていて趣味の域を超えてるんですけど、音楽にすごく興味深い方で、なおかつ、はい、ご実家をカフェ経営してまして、おカフェに私撮影のロケ地として見学に行かせてもらったんです、はい、この前の作品の短編を撮ってた時、はいはいはい、でそこで実はあの本も書いたんだって見せてもらった5分経過です。マスター先生っていう名前で、その人はこの SF に書き連ねた本を持ってらして、はい、私思わずなんとなく読んでもないのに、はい、映画にしませんかとかいきなり言っちゃってあの勢いが持って、はい、なんとなく、はい、いいねってなって急にできたんじゃないですか、そっか1年ぐらいかけて、はい、もう全く話が全然違うんですけど、お全然違うんだ、名前しか使ってないみたいな、1年ぐらいかけて話し合ったりいろいろして人物もそぎ落として、はい、そのじゃあ映画作るんならやっぱりご当地もので、はい、そのなんて上質なものを作りましょうねっていうことで一致して、うんうんうん、でまずそのプロデューサーの方は昔の往年の映画が好きでして、はいはい、今は早くないゆったり系のとかで、うん、私の映画を過去も見てくださって、はい、あのいけると思ってくださったので一緒にやりましょうというスタートです。ほう、じゃあまあまあ一応その脚本編集監督が竹本さんなので、はい、まあそのプロデューサーの方の書いた最初のやつはあったんだけど、はい、それをどん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 解体して、はい、解体して、はい、削ぎ落として再編成したら、名前には入ってたんですか、登場人物の名前はそのまま使って、あーなるほどなるほどなるほど、よくある話ですね、私も全然ない使わせてないな、もうもう全く違う話ですね、最初いきなり OK するわけないです、少しずつ少しずつ1ミリぐらいの単位変えて最終的に全然違う1年ぐらいかけて、ねね、それはもう何、自分が映画を撮るために口説き落とすっていう、そういうことですか、つまりてかあのままでは無理とお互いに分かってる、変えるにしてもどう変えるか、いきなり納得はしない、なるほどなるほど、ここまでかな、1日 0.1 ミリぐらいだったらだいぶ経つと全然変わってるわけじゃない、いや変わりますよ、変わりますよ、分かります、
その例え僕よく使うんですよ、ね、あの一度違えば 100m 進んだらだいぶ違うやろって言って、で最初の一歩気づかないっていう、そう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 、残り3分っていうのを狙う、そういう感じでプロデューサーハントしてんのか、そんなことないんですか。そうそう、で今回はその、はいはい、私一人脚本書いたじゃなくて、一人手伝ってくださった方、はい、あ、そうなんですね、その方の協力なしにはとても僕、うーん、他にも名前がある、はいはいはい、この北村さん、ゆさやさんが、はい、あのかなりいろいろそのドラスティックに変えてくれたり、はいはいはい、話し合ったりして、一、はいはい、人でとても無理、この方はなんかそういう脚本とかをやってはるじゃないですか。そうやってはるから、あー、なるほどなるほど、そうですか、一人でとても無理ですなるほど、そういうことやったんですね、いや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 、でもすごいですよね。でも、だから、4月に始まって9月の末で終わったの？終わったですね。っていうことは半年ぐらいかけて、4月の末はちょうどゴールデンウィークだったの、あ、その時に6日ぐらいかかって、なるほどなるほどなるほど、前半戦で、はい、落ち着いて少しずつまた準備始めて後半戦、はあ、い、でも90分で15日っつったら結構ピッチ早いというか、ああそうですね、でも私の中ではまあまあパンパンで撮ってますよね、だって3日で45分の映画撮れるんですよ私、だから私の中ではもういや十分なってる、ゆっくり撮った、だいぶゆっくり撮ったっていういや、だからあのその映画自体はゆっくりした時間の流れっていうんだったら結構早撮りやな、十分時間撮ったな、あなるほど、まあ、その辺はちょっと本編を見てみて、僕もね本編を見てないんで、あでもなんか宣言の方が、そう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 、あんな感じですね、はい、はい、あんな感じなんですいやいや、あのまあまあもちろんそのね、あの宣伝動画の中には、エッセンスのね濃いところを置いてあると思うんですけど、ここの濃いところだけ撮っていやいやいや、あの皆さんもぜひあの見ていただければなんとなく雰囲気は分かっていただけると思うんですけど、まずはとりあえずショパンの音色が聞こえてくるっていう感じだと思っておけばいいんじゃないですかね。そうですね、あとその私が8年ぐらいピアノを習ってて、小学校から、はい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 、まあしんどくいこと、しんどくてしんどくてピアノってあピアノがしんどかった、そう、はい、はい、苦渋を舐める日々っていうか、もう毎日しんどいんですよ。何がしんどいんですか。練習がたまらなく大変なんです。おおそれはなんか毎日毎日課題が多くて、あ課題が多くてね、練習してて、しかも楽しくない、楽しくない、あーしんどいみたいな、はあ、小1から中3まで日々暗かった。あーなるほど、水曜日のレッスンの前はーって憂鬱でっていう私が、うん、ショパンだけは楽しかった。あーなるほど、ショパンレベルまで来ないとピアノの楽しさわからない、相当練習して、なるほど、しんどいしんどい。あ、じゃあご自身もショパン弾けるんですか。はい、おすごい。いやでも弾けると弾かせるは違うって分かる。あもちろん分かりますよ、はい、弾かせるもんね。なるほどなるほど、なるほどなるほど、っていう感じ。その私の苦渋がここに生きてきたなと、はい、ということで、いつからですかこれは。3月の20日からですね、はい、はい、3月20日から公開になります。元町映画館、シネヌーボー、京都南海館、シネピピア、あと九州でもやります、はい、池袋でもやります、はい、よろしくお願いします、はい、ということで終わりました。はい、全然10分大丈夫でしたね普通に10分喋ってましたよ、はいはい、という感じでございますが、はい、はい、でもうすぐもうすぐ言うからね、はい、はい、ではですね皆さん、こちらのですね西北ショパンですね、プレゼンしていただきました。このプレゼン、ありかなしか、判定。はい、OK です。はい。はい。よかったよかった。はいはいはい。なんかいっぱい OK が出てますけど。はいはいはい、はい、ということで、まあ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 、なかなかね、ご本人いる前で罰出せないだろう。そうなんですよ。だから本当この人たちね、一回も罰出したことないです本当に。あのそろそろもう罰出そうぜって、いや俺にか俺にかはい、まあ僕も一回消えてみてもおもろいかなと思ってますはい、ということで今日は、ありがとうございました。はい、この後ねまたコーナー続きますんでよかったら後ろで見ていってください。はい、今日は、竹本さんでした、ありがとうございました。はい、じゃああゆさん、はい、って言うたらあゆみやった、ごめん、あゆみ、はい、じゃあ、はい、行きたいと思います。はい、マテリアルのお知らせにやってまいりました。おはようございます、はい、おはようございます。はい、マテリアルでは毎週月曜日走っております。はい、走っております。知ってるよ、はい、月曜日19時スタートとなっております。
ます、はい、無料で走れますので、はい、ぜひぜひお越しください、はいはい、大阪城がすごくね、綺麗ので、いやー綺麗ですね、素晴らしいですね、素晴らしいです、はい、はいはい、皆さんお越しください、お待ちしております、はい、はい、では帰ります今本番に来てください、オッケーオッケーオッケー、はい、はい、ホームページ見てください、はい、お願いいたします、はい、はい、高橋さん、はい、はい、巻くよ巻くよ、おはようございます、おはようございます、高橋です、はい、じゃあちょっと時間ですかね、いや全然ないです、全然ないです、全然ないと思います、先ほど話出てましたね、これが、はい、あの原案ですね、はいはい、先生の方でまさしく、はい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 、はい、こういうふうに出しますけどね、はい、あの監督出てますもんね、あの、はい、自分を投影してるって、ね、はいはい、出てますけど、はい、途中でこのね、うん、男子、うん、殴りたくなります、お殴るんだ、はい、殴りたくなる、殴りたくなる、私思わずね、もう死者の時に、ね、はいはい、スクリーン叩きに、これちなみにこのイラスト誰のだいですか、はい、あ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 、この2人、おー、なるほど、はい、打ってはる、なるほど、ね、はい、お願いします、はい、で、先週がシスタケイさんで、ね、はい、今日は西北ショパンというか音楽だったので、はい、ちょっとずれましたけど、はい、音楽というかミュージカルを伝えていただきます、はいはいはい、1本目がこれ、三浦春馬さんがね、日本にあったという有名な、はい、キンキーブーツでございますけどね、はい、これね、松竹ブロードウェイシネマということで、はい、ブロードウェイでやってる舞台をそのまま映像に撮って、うん、で、違和感で見るという、ライブビューンとはまた違うパ、はい、ターンですね、はい、それが今回、第4弾ぐらいの、ね、うん、キンキーブーツが、はい、やるということでございますけどね、はい、話面白かったですよね、うんうん、こんな話が初めて知りました、はいはい、まあ、これ見てくださいね、はい、ちょっとお値段高いですけどね、はい、3月日から、全部順次公開になっております、はい、関西の方はナンバーパークシネマ、はいはい、で上映始まりますので、はい、お願いいたしたいと思います、はい、もう1本は、はい、お話ししましたウィズでございます、はい、まあ、オズの魔法使いの、ね、はい、ミュージカル版、黒人ミュージカル版というのもいい話でございます、はいはい、1979年10月6日日本公開のアメリカ映画でございますね、ドロシー役にね、ダイアナ・ロスね、はい、年いったね、ドロシーやって公開時言われました、はい、でマイケル・ジャクソンも出てましてね、はい、はい、で話題になったんですけど、ね、うん、全然アメリカでも、うん、日本でも流行らなかった、うん、なるほど、はい、だからマイケル・ジャクソン亡くなってから、うん、まあ、この映画終わりあったんだなということで、なるほど、これね、元の、でも、これですか、シドリー・ヌメという監督ですね、はいはいはい、だからオリエント急行させて、はいはい、狼たちの豪華、はい、ネットワークでの終わり方で監督の作品でございますので、ね、見ていただいて、これだからタイミング的に今やるとものすごい受けるパターンですね、はい、そうですね、そうです、今もだって、はい、ハリウッド映画って、はい、ほとんど有色人種が主人公でないと思うので成り立たないぐらいになって、はいはいはい、そうですね、これ戦闘機ってやっぱり、うん、ちょっと時代が早すぎたから、そうですね、はい、大阪では OS、シネラマ OS でやります、はい、なるほど、だからその時も高くない、うん、さっきの中ミュージカル高いですね、うん、ミュージカルってね、映画バカにしてますよね、映画1900年でミュージカルをやると、はい、映画のに、ね、2000これで、ちょっと馬鹿にしてますよ、はい、そういう感じで、はい、ちょっとずれましたけどもね、はい、紹介させていただきます、はい、はい、今後これでね、まだ映画用意してますからね、お楽しみくださいね、今日は言いません、はい、はい、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、今週もなんか走り切った感がありますね、そうですね、なんかものすごいなんかランニングしたような気分になってますけど、はい、はい、あれあれあれちょっとお茶しに来たちょっとほんま、1年ぶりに出たかと思ったら2週連続だったよ、近く通ったからという感じで、なんかにぎやかになってるんですけども、はい、バックの、はい、そうなんですよ、今日からこのロゴになっております、はい、そうなんです、今日からなんです、実は今日がちょうど40回目になるんで、はい、40回目切り番でロゴが変わりました、はい、なんかいろいろちょっとぶつつ撮られると思うんですけど、はい、いいですね、ね、結構なんか可愛いでしょ、はい、自分で作ったって言ってるんですけど、はい、という感じでございますね、はい、まあ3月入りましたんで、はい、またいろいろ動いてね、そうですね、いい感じになるかなと思ってるんですけども、ちょうどね、予定では明日、開けるとそうですね、いうことになってますんで、ガンガンいろんなことをもう仕掛けていきたいなと、はい、もう早やりたいカムイ映画祭り、はい、日程組みたいなと思ってますんで、皆さんもぜひ、楽しみにしておいていただけると嬉しいなと思ってたりはするんですけども、はい、はい、高野さんどうでした今日、
あ、本当ですか。もう来た瞬間なんか とか言って映像なんとかですごい伺いましたけど、ラジオと思ってたっていうね、実はちょっとバラしてしまいますけど、そういう感じだったんですけど、映像で出ていただきました。ありがとうございます。はい、こんな感じでですね、カモンマテリアルですから、いろんな方に、ね、来ていただいて、いろんな可能性をねチャレンジしていただければなと思いますので、またどしどし、お越しいただければ。何でもありです。はい、何でもありです。はい、歌えます。はい、はい、踊れます。何に言っても OK です。はい、今度じゃあショパン弾いてもらいましょう。はい、てな感じでやってますので、ぜひぜひ、遊びに来ていただければなと思います。はい、では今週もありがとうございました。どうもありがとうございました。